はい、皆さん、こんにちは。こんにちは。ポチョーチャンネル、ポチョーです。ポチコです。ホワイトデーの贈り物に悩んでる。はい。チョコをもらったらどうする？うん。ポチオが厳選したおすすめ3選ということで。はい。まず最初に宣伝じゃないんですけど。はい。ポチオはブログも書いてます。やってます。この今映ってる画像がね、ブログの画像になってます。もうアップされてますんで。はい。まあ、もしね、気に入った商品。うん。とあればね。うん。そのブログの方飛んでいただければ。うん。リンク貼っときますんで。はい。まあ、商品買えるかなと。思います、うん。はい。で、これはですね、ホワイトデーの今回記事書いてます。うん。うんうんうん、で、まあ、チョコいただいたら皆さんどうお返ししてますかということで。はい。ぶっちゃけポチョはね、うん、妻ポチコさんにお任せしてます。まあまあ、男の心情としては、はい、まあ、ギリって分かっていても、もらうと嬉しいのはチョコです。おうじゃ。がしかし、うん、特定ではなく、不特定多数バージョン。不特定な。今日バレンタインなんで皆さんでどうぞ、的にね、こう大量のチョコを、休憩室のテーブルのこのお皿とかに、バーって広げてね、うんうん、そういうチョコないですか、うん、よう聞くよな。それってどうなんていつも思うけど、個人個人じゃないし、まあまあ、もうあからさまにギリですよっていう感じで、うん、まあまあ、できる女子というか、うん、そういう感じなんかなと思うんですが、そういう人にぴったりなのはね、不特定多数にぴったりなお返しチョコはこれっていうことで。うん、なんか容器入っとうな、はい。リンツ、リンドールチョコレート。うん、これね、バレンタインデーの時にもね、うんうん、記事書いてるんですけど、うんうん、結構人気の商品になります。リンツっていうところですね、ブランドはね。はい。で、まあこれ世界中で愛されてる老舗チョコレートブランド。うんうんうん、でスイスなんですね。歴史を誇る。国はスイスで。そうそう。プレミアムチョコレートの。わ、すごいじゃん。もうリンドールっていうのは二層って、二層構造。二層ですわ。チョコレートね、口に入れるとね、滑らかにとろけるらしいです。へぇー。でね、黄金の甘さと言われるほど滑らかな口溶け。とろんと溶けてまいそうなの？でこれがですね、6種類。種類がある。味があるん？はい。うん、うん。で、48粒セット。容器入っと。はい。ですから、先ほどのね、うん、皆さんでどうぞ的な、不特定多数には不特定多数で。そうで、みたいな。ね、今日ホワイトデーやけ、みんな、まあ男も女も関係なくて、まあつついてよ、みたいな。あ、いいじゃん。男の人も食べてよ、みたいなぐらいな。そうそうそう。当たるな、48個入っとったらな。ね。まあまあいいんじゃないでしょうか。はい。うん。で、こっからはですね。はい。いや、個人バージョン。個人。はい。で、特に、いちご好き女性をターゲットに絞ってみました。あ、っていうのはね、これ早折りクーポンっていうのを、早めにね、注文するとクーポン割引がついてます。うんうん、すごい。これは甘おういちご、うん、キャラメル、うん、静岡抹茶っていう3種類、あ、楽しめる味になってます。へ、で、先ほど言いましたようにね、2月29日の23時59分、うん、もうちょっとや。日がないんで、これ YouTube をね、なるべく早めにアップします。うん、はい。ですから、ここでね、うん、頼んでいただければ、はい。大丈夫かな、はい。思います。で、まあ、これはね、一応チラシにもなってたみたいなんですけど、まあ、厳選ショップにも掲載中ということで、実力のチョコです。はい。で、まあ、なんならチョコもらってないけど、本命の女子ね、いらっしゃる方だったら、まあ、告白用にいかがということで。いやね。うん、ほんと、ここにも書いてます。ホワイトデーお返し、当店人気ナンバーワンって書いてます。かなり人気のある商品みたいですね。これはやかもしれない。はい。意中の相手をゲッツ。ね。はい。そしてですね、ちょっと高見えする、手に取りやすく、はい、豪華に見えるチョコ。うん。ご希望、ご希望の方にはこれということでね。はい。この匠みたいな感じ。めっちゃ高そうに見えますけど。ね。これ、3つ。うん。はい。定の値段です。597円ぐらいだったかな。約600円なんで、まあまあ、一つ200円ぐらいはしますけど、まあ、単価的には今、ずっとね、説明してきた中には、まあまあ、安い方じゃないかな。うん、で、まあこのチョコってね、うん、まあ悩んで決まるじゃないですか。決まる。ね、決めるよな。で、渡す時になって気になるのは次に小袋。ね、こう、筒、うん、そうそうそう。うん、これ100均に買いに行ったりとかね。うん、そんな経験ある。ほやけどもうないねん。もう今度ね。そう。早いとかでないねん。可愛いはないねん。でね、このね、うん、商品をおすすめする理由は、はい、そんな心配は無用。いらん。そのまま渡せるデザインバッグはつけてくれた。ここについてます。あら、よかった。ね。安心。すごいでしょ。急がんで。
ね。うん、まあ、一つの単価で言うと高いかもしれませんけども、うんうん、そういうね、箱もこう、たくみって書いて、なんか高そうやし。すごい。ね。袋もついてるんで、うん、いいかなと。いい、大人な感じするな。ね。うん、で、実力もこう、生チョコレートランキングではなんと1位です。すごいんですよ、これ。なんか和もあるんですけど、洋もある、的な。なんかね、どんな味か気になるわ。ちょっと気になるね、これほんとね。私でも、いいよ、これでも。あ、パチコさんね。うん。パチコさん、あ、まあいいや。いいってさ。いや、チョコレートのにもうたかなって一瞬考えて。ここ、あげたあげた。いや、いただいたけど、ほとんど子供が。一緒に食べた。一瞬で食べ、わしゃー言うて食べられてもったよな。はい。まあね。そんな感じです。ポッチャーマン家はね。はい。はい。で、まあまあ、最終ね、最後になりましたけど、うん、まあ本当物価高でなかなかね、そうですよ、大変なご時世なんですけど、もらったものはお返ししましょうということで。はい、うん、ね、まあ、今日もね、そうですよ、見ていただいてありがとうございます。ありがとうございます。でも、まあ、何だったら本当気になる方はね、ブログリンク貼っておきますので、うん、そちらの方からクリックしていただければと思います。思います。はい。じゃあまたのポチョーチャンネルでお会いしましょう。はい。じゃあまたね。バイバイ。バイバイ。